今オークランドの、まあ、多分一番の街中あたりを歩いてます。ロックダウンが実施されたんで店は全く開いていない。まあね、アイムレジェンドの映画見たく人もいないのかなと思ったら、まあ人は一応ね普通にちらほらいるし、まあバスも車も走ってるんですけど、バス見るとバスの中は誰も乗ってないですね。まあ、まさかコロナでここまですごい過剰な反応をみんながするとは思ってなかったんですけど、どうしちゃったのという感じでね。まあここ今時間はお昼過ぎて、何時だ12時33分、まあランチタイムでね平日なんで、本来であればこの辺のお店割と開いてて賑やかなんですけど、もうほとんどね、まあ多分私と同じでしょうね、どっかから来た観光客、行くとこないんでしょうがない、スーパーでね食い物でも買うかというのでね、買い物行っている人たちがいます。まあ、私は、まあ、運よくねホテルのルームサービスは使えるんで食べ物には困らないですけど、ホテルのレストランがね、ついてないとことかやってないとことか、なんかだとねかなり大変なことになっちゃったんだろうなと思います。ね、シネマセンター全部閉まってます。でね、タワーの中にレストランとかねあるんですけど、それも全部当然閉まってて、でなんだ工事も全部やってないからすごい静か。で今たまたまバスがいますけど、バスはこのように空、全く、誰も乗ってません。これがロックダウンされた状態の街中の様子になります。東京でこれができるかっていうとね、実施するとか言ってますけど、まあ東京止めて日本が持つのかというのはあるんですけど、まあ、もしも実施されるとこんな様子になるんだなというのでね、まあ、一足先にというか、まあ、架空の話というか、まあ、実際にニュージーランドオークランドはロックダウン、ね、実施されてこんな街中の様子になってます。